2018年4月近未来をデザインし世界を変えるために設立されたオムロンサイニック X オムロン本社からの大きな意思決定プロセスから切り離すことでさらなるイノベーションを期待されていますオムロンには創業者から受け継がれるサイニック理論と呼ばれる技術科学社会が相互に影響を与えながら描く未来像があります 本講演では代表取締役社長の諏訪氏にサイニック理論に基づいたこれからのイノベーションマネジメントについて語っていただきます。